尖閣沖中国海警局船2隻が領海に侵入海保が警告と監視。7日午前、沖縄県の尖閣諸島の沖合で、中国海警局の船2隻が日本の領海に侵入し、午前10時半現在も領海内に留まっていることから、海上保安本部が警告と監視を続けています。第11管区海上保安本部によりますと、日本の領海のすぐ外側にある接続水域を航行していた中国海警局の船7隻のうち、2隻が7日午前10時過ぎに相次いで魚釣り島の西から領海に侵入しました。午前10時半現在、2隻とも領海内に留まっているということで、海上保安本部が警告と監視を続けています。また、この他に、中国の港船2隻が新たに接続水域に入っているのが確認されたということです。尖閣諸島の周辺では6日時点で、中国の漁船およそ300隻が航行しているのが確認されていて、5日には中国海警局の船と中国の国旗を掲げた漁船が同時に日本の領海に侵入したのが初めて確認されていて、日本政府が中国政府に抗議しています。